これね、ちょっと今修理中だからね、ちょっとつなげれないんですけど、このね、バンヘレンのね、このモデルね、改造して自分で作ったやつですけど、これはね、ボリュームだけで、トーンコントロールつけてないです。基本的にこのギターを使うときは、エディ風のね、よくある、よく言われるね、ブラウンサウンドっていうね、あれを目指して、弾いてることが多いから、これはね、トーンない方がね、ちょっと勝手がいいかなっていう、都合がね、いいかなっていうのがあるから、これは入れてないです。ただ、クリーンな音でね、ちょっと弾こうかなと思うとね、やっぱちょっと使いにくいかなっていうのはね、ありますね。うん。でね、話を戻すと、その、微妙にね、フルテンにしても、アースに微妙に落ちますよっていう、ことでね、よくなんていうのかな、コンデンサーを、トーンのコンデンサーをね、まあ、結構ヴィンテージのやつだと高いんだけど、バンブルビーとかね、普通のちょっとオレンジドロップだとか、ちょっとしたヴィンテージのちょっと高いやつにね、厳選された高いやつに変えたらちょっと音が良くなったよなんてね、そんなもんフルテンで使ってるのにコンデンサー変えただけで音なんか変わるわけねえじゃねえかって思ってる人いるかもしれないけど、で今言った理屈でね、コンデンサーつけてボリュームポットをつけてる時点で微妙に落ちるんですよ、アースに。だからそのコンデンサーを変えただけでね、フルテンで使ってても音変わるんですよ、本当に変わる。うん。で別にトーンをね、もろある程度何割か使うっていう前提じゃなくてね、フルテンで使うのが普段の使い方なんだけど、コンデンサー変えるっていうのはものすごい意味があるんですよ。うん。でね、もうこれもかなり昔の話なんだけど、レスポール、僕はその若い時はレスポールね、ギブソンは使ってなくて、僕はギブソンのレスポールを買ったのは30代過ぎてからかな。まあそれまではね、アリアとか、グレコとかね、そういうのは使ったことはね、あったんですけど、ギブソンのレスポールを買ったのはやっぱ31とか2ぐらいなんですけど、で、そのね、まあ、その、僕が自分でね、レスポールを使う前に、知り合いがね、トーンのね、コンデンサーを変えて良くなったっていうのでね、で、弾かさせてもらったことあるんですよ。うん。だから、交換する前の音もね、ちょっと覚えてて、で、コンデンサーを変えた時の音っていうのを弾かせてもらったらね、結構いい感じで、なんかググって感じの音になって、これピックアップ変えたのなんちって話し、いやいや、コンデンサー変えただけだよっていうのでね、まあそれでね、若い時にもちょっと経験があるんですよ。で、あの時はね、よく意味がわかんなかったんですよね。コンデンサー変えただけで何も、ね、やってないのに、なんだあんなに音変わるのかなって、若い時はよくわからんかったんですよ。うん。で、ある程度、やっぱ何年もギターをね、エレキをやってきて、で、いろいろ、試行錯誤でいろんなパーツ変えたり、配線変えたりとか、いろいろ挑戦してやるじゃないですか。で、それでね、だんだんね、その、コンデンサーのね、使ってないような感じなんだけど、コンデンサーの、そのギターのね、エレキに、この、なんていうのかな、これ役割ね、エレキの音にね、貢献してる役割っていうののなんか大事さがね、うん、何年かしてから分かった。で、まあその辺の話をね、その仲間にね、こういうことなんだよって話して、ああ、なるほど、なんてね、その時は言ってましたけどね。うん。で、まあ、そいつも結局トーンの配線もまた切断したやつ戻したらしいんですけどね。うん。で、そいつもね、家で弾いてるときはね、なんかクリーンになった感じで、抜ける感じになったなんて喜んでて、やってたらしいんですよ、最初は。で、スタジオ、いざスタジオ入ってバンドで練習したら、使いにくく、ほんと音がね、使いにくくて、結構なんか、まあ、マーシャルのちょっと広域下げたりとかね、結構苦労したみたいでね、そのときはね。で、エレキが壊れちゃったんじゃないかって思ったって言ってましたからね、その時ね。うん。で、まあ、この説明して納得したんですけど、
まあ、使ってないようだけど、トーン回路っていうのはね、あるだけでやっぱり全然違うよっていうね、ことです。うん。だからね、まあ、よく、シングルコイルだとね、0.047 マイクロファラド、ハンバッカーだとね、0.022 とかね、まあ、その辺がよく多いんですけど、まあ、それはフルでね、使った通した時の、数値ですからね。うん。だから、まあ、目いっぱい絞るとね、モコモコになる音なんか使わないなんてね、言う人もいると思いますけど、まあ、クラプトンがね、昔レスポールでそのウーマントーンっていうのね、もう全部絞り切った音でね、ちょっと色気のある音出したりとかね、まあそういう使い方もありますし、で、まあ別にね、その 0.022 とか 0.047 を使わにはいかんってことはないもんですから、自分がね、もう完全に通した状態でも気に入った音のね、その数値のコンデンサーをね、使えばいいだけですから。で、僕も持ってるギターの中で、自分がこの辺の音は欲しいなっていうのをね、数値決めて、つけてるギターもやっぱ何本かありますからね。うん。だからコンデンサーは、まあ、いろいろね、試してね。まあ、そんなに高い部品じゃないんですよ。よくギターのね、パーツだと、まあ、袋に入ってね、パッケージされて、4000円とか5000円ぐらいでよく売られてますけど、あれ、まあ、僕は名古屋だからね、大須に行くんですけど、まあ、関東の人だったら、秋葉原とかね、あの辺に、まあ、その、電気屋さんとかなんかに行けばね、コンデンサー、オイルコンデンサーにしてもね、まあ、普通のセラミックとかマイラとか、ああいうのにしても、本当に何十円とか何百円で売ってますからね。うん。まあ、遊びの感覚でね、ちょっと何個か買ってみて、適当にね。まあ、その数値だけはね、合わせて。で、まあ、仮配線するとね、まあ、そのたびに、ハンダ付けしなあかんから、まあ、そこでね、ちょっとリード線出して、ワニ口のクリップかなんかをつけてね。で、差し替えてみてね、コンデンサー変えるとね、音がこんなに変わるんだってことをものすごくわかるからね、結構面白いと思いますよ、テストするにはね。うん。ただそのテストするときにはね、ギターの配線でね、トーンコントロールというのはボリュームを通した音じゃなくて、入る前のところからね、パラレルに、ポッと、通してありますから、外のね、ジャックから通した音だとね、微妙にちょっとニュアンスが変わっちゃうから、できれば、まあちょっとその時ね、テストの時だけは配線、ね、ピックアップから出た音のね、ボリュームに、入るところからね、普通にトーンコントロールのボリュームで引っ張った時みたいな感じでね、ちょっと配線してね、まあその時はめんどくさいと思いますけどね。うん、でもそれでもしね、自分の好みに合ったバッチリのね、ドンズバのコンデンサーにね、出会えるかもしれないからね。まあ、テストでね、ちょっとやってみるのもね、面白いかなと思いますね。これからまあ、年末でね、お正月暇でね、ちょっと時間ある時なんかね、ちょっとやってみると面白いかもしれないですよ。うん。結構ね、自分の、普段使ってるエレキがね、なんか、別物になっちゃうみたいにね、良くなるかもしれないですからね。はい、そういうことで、ね、今日はね、トーンコントロールのね、お話でした。